プレーナンバー1の24、城北。相手陣49ヤードからファーストダウンテン。城北高校ファーストダウン、再びクォーターバック上腕 QB ドローを出て中央突破、ファーストダウン獲得です。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、総督高校6点、広島城北高校0点、攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。